TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。ここからはゲストコーナー東京よもやま話。今日のゲストは元プロレスラーのライオネス飛鳥さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もうありがとうございます。ごちそうさまでございます。ありがとうございます。お越しいただきました。今結構いろいろ忙しいですね。そうですね、乗っかっていろいろやらせてもらってます。いやもう見ましたよ。ありがとうございます。めちゃくちゃ面白かったです。やっぱり皆さんそうやって言ってくださるので本当に嬉しいです。何回もご覧になってるんですもんね。はい、今2週目ですね。見て、1週目見るのと2週目見るのとやっぱちょっと違うんですよ、はい、感じることが。あ、そうですか。だってもう今から35年5年40年ぐらい前、はいはい、僕はもう本当子供の頃めちゃくちゃ見てましたから、ね、ありがとうございます、それこんなに大きくなっちゃうんですよ。こんなに大きくなっちゃってそうなんですよ。見てた子供がったんですよ。そうですか。僕の家の近くに浪人生の純也君っていう子が、純也君がストレス解消のために近所の子供たちみんなジャイアンツ、やばいそれやばい、絶対言う、いい夢でもね、やられる公園でよくね、通報されなくてよかったけどね。嬉しいです。めちゃくちゃやってました。みんな真似してました。初めてお会いしまして、はい、勝手なイメージで180センチぐらいあると思ってたんですよ、はい、だからダンプ松本さんがそうですね、身長意外と小さかった。多分ダンプちゃんは162、3だと思うんです。だからもう子供の頃ダンプ松本さんが175ぐらいあると思ってたから、そうですね、それより大きい飛鳥さんっていう、比べるとでかく見えますもんね。ねえ、でも今ちょっと縮んで 168.5 ぐらいですぐらいですか。縮みますよ。61だから。61歳。はい、え、61歳。61です。だって小学生がこん、いやまあ確かにってことだからね。10代の頃ですもんね。いや、じゃあちょっと改めて、はい、ライオネス飛鳥さんのプロフィールをご紹介したいと思います。はい、埼玉県出身の61歳です、うん、中学1年生の時にテレビで当時大人気だったビューティーペアの試合を見て、うん、プロレスラーになることを決意。1980年全日本女子プロレスに入団、デビューを果たしました。後にリングネームをライオネス飛鳥に改め、長代千草さんとクラッシュギャルズを結成し大ブレイクを果たしました。リングでは全日本ジュニア王座、全日本シングル王座を獲得。炎のバイブルで歌手デビューを果たすなどリングの外でも大活躍しました。人気絶頂の中、一度は現役を引退しますが1994年に復帰、2005年に再び現役を引退するまで数々の名勝負を繰り広げました。現在はタレント活動の傍ら、銀座で会員制スナックを経営されています、うん、はい、はい、ありがとうございます、やっぱり本当にこの通りで、じゃあジャッキー佐藤さんに憧れて。そうですね、はい、1個だけ、あれなんですか、埼玉県出身って書いてあるんですけど、あの実は東京都出身で、そのオーディションに、はい、あの履歴書を書くのに、はい、あの中学校1年生だったんで、はい、あの今住んでるところが出身地と思って、うん、埼玉県って書いて、あ、なるほど、今のプロフィールは東京都出身になってるんですけど、はいはいはい、まあ、あのプロレスラー時代は埼玉県出身の人ですよ、あ、そうなんですね。中学生だったから生まれた初めて履歴書書いたんで、うん、その履歴書をどう書いていくか分かんない、分かんないですもんね。確かにね、あの住所、その時の住所でって思って、でも中学生でよくオーディション受けようと。そう、中学校の時はまだ、はい、中学卒業しないと資格を得れなかったんですけど、うんうんうん、うち、あの片親だったんで、うん、母親がもう高校だけ受験してくれって言われて、うんうん、高校受験して1年中退で入りました。ああ、なるほど。やっぱ子供の頃から強かったんですか。全然強くないです。肥満児で、うん、内向的で、あの登校拒否とかしてたタイプ。ああ、そうなんですか。ビューティーペアを見て、うん、本当に生まれて初めてなりたい職業は女子プロレス、うん、もう絶対ジャッキーさんみたいになろうって決めて、うん、そっから1ヶ月で20キロ減量して。1ヶ月で、すごい。しました。そ、子供ですよね。はい、そうです、はい、できる、中3できました。ランニングとかですか。ランニングと、まあ、基礎体力で、うん、腹筋は1日300回ぐらいやってました。1日300回。もう絶対なるって思う。それ何で調べてますか。なんか自分で本とか読んだんですか、ね、いや、もうテレビ見てです。テレビ見て、うん、まあ、オーディションが1年に1回あるよっていうのを知って、うんうん、まあ、ちょうどジャガーさんが新人の時だったんですけど、もう絶対になると思って、うん、心に決めて、で300回、はい、それを丸4年やって、うん、で、まあ、合格させてもらったっていう。もうそんなやってる人正直いないんじゃないですか、あんまり。そうですね、そこまでの人、まあ、そこまでやってる人がいたかどうかわからないですけど、うん、もう、あの絶対誰よりも一番で合格すると思う、うん、っていう気持ちが強くて、本当ドラマみたいに、はい、あのオーディション会場みたいな、うん、ものすごいやっぱ応募数、まあ、当時は、うん、
あのビューティーペアがもう解散して、はい、ジャッキーさんしかいなかったので、はい、まあ、それでもスタジオに200-300人ぐらいいましたけど、まあ、うちらの時代アジャコングとかが応募した時はもっといたみたいです、うんうん、あ、そうか、そうクラシックギャルで憧れてきた人たちはもっといた、はい、ああいう体力テストみたいなのをやって、そうですね、はい、体力テストしすぎようと得意なものは何ですかみたいな、結構再現度高いですか、あのドラマ。すごい高いです。こんな感じなんですか。あの膨らますために3割はフィクションですけど、うんうん、筋道としては7割ノンフィクションです。へー、そうなんですか。本当にびっくりするぐらい再現されてます。あ、そうですか。あの松永三兄弟もそうだし、うん、焼きそば売ってたりとか、焼きそばもそうだし、うん、よく個人個人こんなにこうあの色が出せたなっていうか、うんうん、そっくりなんですよ。はちゃめちゃぶりが、なんかこうなんまた個性が3人とも違う、違うんですよ、じゃないですか、そうですね、あのまま私演じてくれたゴーリキちゃんも、はい、あゆめちゃんも、はい、あのシグサワのこと演じたエリカちゃんも、もちろんユリアンちゃんも、はい、みんなすごい研究してましたね、はい、事前にヒアリングがあったとかではないんですか。ない、あヒアリングはもちろんそれぞれされたんですけど、それでもよくここまで再現できたな、はい、でまあ、後から試合あの、うん、話聞いたら、うん、みんなやっぱりその試合のところはもう何回も何回も見て、うん、の演者の人たちも全員でここはこうだよだよだよって言ってたって言ってましたね、うん、試合の再現度がまた特にすごいですね。でちぐさが監修してたんですけど、はい、まあ、私はよしよしでこう、うん、あのちぐさのこうだったんだよ、うん、だったんだよっていうのを聞いてたんですけど、その一つとしてはみんな撮影行ってくるねじゃなくて、うんうん、あの試合行ってくるねって言ってました、ね。あ、なるほど、はい、もう試合として臨んでた。で試合として臨んでた。いや、いいですね。すごい、もうすごいです、ね、戦いですもんね、その何回か見たら気づく、実は私出てましたとかそういうのないですよね。何回か見るないです、ないです。あ、それはないですか。私はもう一切撮影ないんだ。でもなんか自分もあの、はい、語学上を見て、うん、その時もう20歳ぐらいだったんで、うん、はい、気づかなかった自分のことしか考えてなかった自分が、はい、40年後にああいうあのドラマを作っていただいて、あ、この人こんな時こんな時こんな気持ちだったなとか、それに気づきましたね。あ、なるほど。あ、他の人たちのこう気持ちに、まあ、気づくシーンがあった、はい、全然自分のことしか考えてなかったんですけど、うん、自分たちのことしか。それはもうあの長代さんとかもあったり、ダンプさんとかと思いますね、はい、ああいうだから一緒の部屋とかにみんな、うん、いて、はい、こうやって一緒のベッドとかで 寝てたりする、うん、するもんなんですか。あの実はオーディションは、うん、あの、うん、ダンプちゃんとクレニーさんを受けてるんですけど、うんうん、ちぐさと大森かりは、うん、あの推薦で入ってきたんでオーディション受けてないんですよ。あ、そうなんですか。あ、そこら辺はちょっとあれなんですね。1時のオーディションでは、うん、まあ、残ってる中では自分、うん、あのドラマの中で残ってる人間では自分しか受かってなくて、うんうん、で第2次のオーディションでダンプちゃんたちが合格して、うん、あ、そうなんですね。自分とダンプちゃんたちは寮には一緒に住んでないんですよ。へー。ただあの1年寮住んでると次が入ってくるんで出されて、うんうん、あの稼いでても稼いでなくても自分で自活しなきゃいけない、うん、でなんで、うん、あの当時は2年目はダンプちゃんと2人で住んでました。あ、そうなんだ、はい、6畳一間共同トイレ共同洗面所風呂なし、はい、のところです。え、そうやって出なきゃいけないから一番2年目が大変じゃないですか。そうですよ。2年目までに売れてればいいんですけど、うん、まあ、基本もう1試合6000円とか、うん、まあ、それでも30試合ぐらいあったんで、うん、まあ、同じ年代の人たちよりもらってましたけど、うん、でも水着とか全部自分なんですよ、ダウンとかは。そう、はい、どこに買い行くんですか今。オリジナルのを作ってくださる方がいるので、うん、ガウンとかシューズは、うん、ただ私たちの時は水着はもうあの市販のやつです。競泳用の水着を、であの上がっちゃうので、はい、太もものところに、うん、あの糸でこう通路を作って、うん、そこに靴紐を通して結ぶっていう、そうすると、うん、下上に上がれてこないんだ、自分で通して紐をやってたんですか。そこら辺の細かいところも知りたいよね。どうなった芸人みたいだよね、もう本当に、まあね、売れないと衣装どうするとかからね、全部自分で決めて、やっぱりこう自己プロデュース力がないとやっぱりこう埋もれていっちゃうし、あで、まあ、今の子たちはその子、うん、その子たちによって教え方違うみたいなんですけど、うん、やっぱり私たちの時ってこれやれって言って、うん、やらなかったやつはもう振り落とされるっていう、うん、だからなるほど、あの必死にしがみついて頑張る人間しか残らないんですよ、ね、もう選択肢はなかったんですね。なかったですね。もう全然1団体しかなかったので、うん、まあ、やっぱりね10代の子がもうこれになりたいって入ってくるから、もう
いわゆる中卒高校中退で入ってくるから、はいはいうん、もうここ辞めたらもう生きていく場がもっと狭くなるじゃないですか、うん、だからみんな必死だったと思いますね。お前は強いけど面白くないみたいな言われました。やっぱ実際言われた言われました。でちょうどちぐさと組む、うん、あのきっかけの試合の前にずっと言われてて、はい、もうライオネス・アスカではいたんですけど、はい、本当に強いけど面白くない強くていいじゃないですか ね、 ねただやっぱりその自己プロデュース力なんですよね、うん、後から気がついて、うん、でまあ、あの試合ちぐさとのシングルマッチがきっかけで、うん、クラシックで作るんですけど、うん、やっぱりちぐさの自己プロデュース力ってすごいんですよ、うん、すごいんです、うん、例えばなんですけど、うん、その誰しもがこの言葉って誰からの言葉だよねって思って、うんうん、分かってる言葉でも、うん、ちぐさが言うとちぐさの言葉になるんです、すごいんです。ちぐささんのフィルターを通すと、そうなんです、そういう言葉になる、はい、もうすごいなと思って、自分に欠けてるものをちぐさが持っててくれて、まあ、ちぐさ当時細かったんで、うんうん、まあ、自分強さだけはあったんで、うん、もうお互いないものを補い合っていたっていう、うん、名コンビですよね。でもやっぱドラマの中で描いてたような途中でちょっとこうなんですかタレント業とかに悩む時期みたいな、はい、ありましたね。ああいうのもやっぱ実際あったわけですね。実際あって、うん、まあ、ああいう会社なんで言ってること聞いてくれないので、はい、もう自分でやるしかないと思って、はい、試合が終わった記者会見の中で、はい、もう芸能やめますって勝手に言っちゃった、今思うとねすごい自分勝手だったんですけど、でも自分たちしかできないプロレスをやろうみたいな ね、そうですね、話になってましたけど、でもすごかったじゃないですか人気が。そうですね、おかげさまで。もうドラマ出たり、バラエティー出たり、はい、歌出したり、ちょうどアイドル全盛期だったんで、もう試合朝起きて取材とかいろいろやって、うん、まあ、アイドル番組掛け持ちして、うん、で試合を6時半から始まるんですけど、だいたい7時半に私たちの歌が始まる、うん、だいたい7時ぐらいに入って、うん、歌歌って、うん、着替えて、うん、ダムちゃんたちと試合してっていう、うん、で終わってからまた仕事歌の練習とかも一応するんで、しなかったです。もう、あ、もうしないんだ。お前ら歌歌えって言われて、あ、わかりました。カンペがあるんですか、歌詞。あとカンペというかデモテープももらって、一応そこは、はい、でもコンサートの時は、うん、やっぱりこうカンペあったり、置いてもらったりとかしてました。分かんないそうね、そんなね。だ本当にもう直前にもうリング行ってっていう感じでやっていくから、もう体もうボロボロじゃないですか、そんな。まあでも若かったからできたのと、やっぱりこう、まあ、ビューティービア見たくなりたかったっていう気持ちがあったので、うん、あ、まあ、最初の頃楽しませていただいて、うん、はい、まあ、プロレスも芸能の仕事もさせていただいたんですけど、まあ、ふと気づいたら練習が全然できない。毎日で毎日の試合が練習にもなるんですけど、はい、やっぱり自分の中で練習ができないっていうのがすごいストレスになって、うん、まあ、ただ芸能自分辞めちゃったんですけど、うん、まあ、ちぐさはその、うん、やっぱりこう、うん、全日本女子プレスっていう屋台を背負ってるっていう意識が強かったから、うん、まあ、一人で芸能やってくれてて、うん、まあ、自分がちょっとその闇というかもうその悩みから抜け出した時に、うん、まあ、ちぐさのコンサートの時に、うん、じゃあアンコールで一緒に 歌えって言われて、分かりましたって、うんうん、でアンコールの時出てったらやっぱファンの人がすごい喜んでくれて、ちぐさんも汗か涙か分かんない、うん、その泣き顔か笑顔か分かんない顔で、うん、やっぱりクラッシュには勝てないよって言ったんですよ、うん、それが今でも忘れられなくて。なるほどね。でも大人になって最近一緒に仕事してるんで、うん、やっぱりこう客観的にやっぱりクラッシュ、うん、ココはクラッシュには勝てないねっていう。うわあ、今そうやってまたね、言い合えるのがいいですよね。はい、いやでも本当にやっぱいいなんか時代というか。そうですね。輝いてましたね。ありがたいです。すごい、なんかクラッシュギャルズのサポートメンバーにドリカムの、そうなんです。なんか吉田美和さんとか、はい、うん、中村さんがいらっしゃったね。コンサート5周年昔の時に、あの、最初中村くんがベースやってくれてて、ーでコーラスいないねってなって、うん、あのミヤちゃんが来てくれた。すごくないですか。すごい。その時もうドリカムだったの。ドリカムではなかったんですけど、うん、まあ、やっぱり2人でライブとかやってくださってやってて、うちのファンの子たちが見に行ったりとか、うん、でだからもう当時の未来予想図とか、うれしあずかしとかもう当時から知ってました、うん、まだ世に出る前から。すごい、すごい。そうなんですか。今日ご飯食べてなくて歩いてきたんですよとか、うん、そんな感じだったのに、うん、ワンフロア自分家みたい、今は。今はね。今はね。すごいなと思いますね、やっぱり。じゃ夢があるんですよね、やっぱりね。一番大変なのはもう、怪我というか。そうですね。超痛いんじゃないですか、大丈夫ですかね。超痛い。すっげえ痛いよ、刺されたりしましたけど。まあでも毎日のことだったんで、
そのおやっぱり年間300試合以上あるので、はい、年間300試合すごいすぎ年間300試合あんな激しいものを300試合年間300試合最多310ぐらいかなうわやってたんで、ただあのプロレスなんでやっぱ怪我をさせちゃいけない明日も試合があるからもうプロの定義として相手に怪我をさせないっていう、あのルールのもとにやってたんで、まあだからアクシデントで大きな怪我はありますけど、まあまあ、 あの基本はお互い怪我しないよ。怪我の度合いが分かる。縫うのは怪我に入らない。その刺されてるんですけど、はい、刺されあの当時は、はい、ダンプちゃんたちと試合してる時はね頭の中40針ぐらい。40針ちょっと聞いたことない数字ですけど。それは何が当たってあの例えばバケツとかあの鉄のバケツであの折り返しのところなんですか、はい、重なってるところに殴られるとか柔らかい方がへこむんですよ、はい、またそこであのそこのへこんだこう離れたところで殴られるとやっぱりそこバクッと切れちゃうんですよ。ああ1回目はいいけど、そう2回目そこで戦える次角ができてると、はい、いや試合になるとでもこうスイッチ入るから、そうですね、やっぱりアドレナリン出ますね。アドレナリン出て、はい、そういうのももう何ですかね、なんだ、うん、まあもうん、ちょ燃えるかな、ね、血が出ると、血が出ると燃えるんですか。いやオフの時だとまた違うんですかね。そうですね、オフの時殴られたことないでしょ。オフの時で殴ったこともなければ殴られたこともないんですよ、だからプロレス以外で人に暴力振るってことないです。それがすごい当たり前なんですけど、忙しい時はでもオフがないからもう、ね、本当休みないじゃないですか、ない、もうなんか趣味とかも全くなんか楽しみとかあったんですか。なかったです。もう本当に仕事だけっていう。ただありがたいのは、はい、そのやっぱ40度熱があっても、はい、やっぱポスターに出てるんで、はい、もう立つだけ立ってろって言って休めなかったんで、中途、まあ、で、はい、それをずっとやってきたので、今の仕事もなんか、まあ、お店もそうなんですけど、休みたいと思うことがないんですよ。あ、今お店ね、その会員制のスナックで、はい、もう何年ぐらいやる。今19年目です。すごい。そのもうファンの方とかも、ファンの人はあの告知してないです。だから住所も電話番号も外には出してないんです。あ、そうなんですか。そうなんですか、はい、へえ。で、あの銀座っていう街なので、うん、そのホセスさんがお客さん連れてきてくれて、またその紹介でっていう、うん、あ、じゃあもうばったり急にフラッと入ったら飛鳥さんがいるってことが。そうです、はい、あるわけですね。毎日出てますあ、でも休まない、休まないですね。休みたいと思うことがないというか、まあ、それはやっぱりプロレス時代に培わせてもらった、うん、あの意識なのかなって思います、うん、なんかハマったことってないですか。なんかこの人生で何かすごくプロレス以外で、プロレス以外でハマったことはスキューバーダイビング、うん、じゃ あの行かなきゃいけないじゃないですか。そうなんです。だからあの沖縄とかいいとこ、あの、まあ、季節ごとに休みが長い休みがあるので、うん、その時に行ったりとかしてますね。もう写真撮ったりするんですか。写真はさすがに撮らないです、うん、もう写真まで技術はいかないんですけど、うんうん、ただ潜ってるとなんかこう、うん、ま、地球ってすごいなと思うんですよ。うわそれいつ頃からやってたんですか、スキューバダイビングは。うんとね、10年ぐらい前ですね。あ、もう泳げないんですけど。泳げないんですか。泳げないんです。だから昔太ってたから、うん、水着姿になるのが嫌だから水泳サボってたんですよ。あ、なるほど。でもまさか後々水着の仕事するとは思ってなかったんですけど本当ですよね子供の頃嫌でしたよね授業の時ね。わかります、僕も嫌でしたもん。なんで、まあ、それであのお客さんに、うん、取ってこい、あのライセンス取ってこいって言われて、うん、わかりましたって言って、うん、撮ったら、うん、もう人生初の趣味になりました。あ、もうすっごい潜る。ね、うん、2つ目のアドバンスっていう ところまで持ってるんで、30メートルぐらいまで。結構深いですね。すごいですね。結構深いですよ。海も克服されてね。海が良かったです。ですね、やっぱり、ま、沖縄綺麗でしたね。沖縄ね、宮古島。はい、はい、あ、宮古島綺麗でした。行ってみたいところとかあるんですか。次行ってみたいところはやっぱり、うん、あのオーストラリアの方に行きたいです。ケアンズとか。ケアンズ、はい、とか。へえ。バリは旅行で行ったことあるんですけど、うん、あの潜ったことがないので、まあ、だから潜ってない国の方が多いんですけど。いやすごいねお話ですけども、さあここからはですね、はい、今週のヤホートピックスということで、はい、ちょっとまだお話ししていないとっておきのお話があれば紹介していただきたいんですけども、はいはい、まずあのトピックスの見出しの発表を先にしていただけますか、はい、よろしくお願いします、はい、私15年ぶりに引っ越しをしました。おー
なるほど。こちらどんなお話か気になりますが、はい、ここで一旦お知らせと交通情報です。引き続きライオネス飛鳥さんにお付き合いいただきま す, ます TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのちゃきちゃき大放送、うん、さあゲストコーナー東京よもやま話の後半です。はい、引き続き元女子プロレスラーのライオネス飛鳥さんにお付き合いいただきます。はい、よろしくお願いしま す, しお願いします。さあ飛鳥さんのです、ね、うん、最近引っ越しましたという、はい、ヤホートピックスなんですけれども、はいはい、結構15年ぶりとかじゃないですか。15年ぶりなんですよ。で、はい、15年ずっと同じ部屋に住んでたんで、うん、でちょっとやっぱりいろんなことを変えてくれるんですけど、はい、クーラーだとか、うん、リスポンサーとか変えてくれるんですけど、うん、犬も2匹いるし、うん、なんかちょっと飽きてきたなそろそろ、うん、と思って、うん、外に探したんですけど、うん、やっぱこう車もあるし2匹犬もいるし、うん、なかなかなくて同じマンション内で引っ越したんです。あ、同じマンションで、はい、それでももう、うん、飽きたっていうかもう同じだから生活環境すごく暮らしやすいので、うん、部屋に飽きたっていうだけで、うん、でリノベーションもしてるし、うん、全部新しいし、うん、で越したんですけど、うん、収納のことを考えずに越してしまって、うん、はい、今まだ段ボール箱15箱ぐらい開けてます。ちょっと収納が少なくなったんですか。そうなんですよ。例えばキッチンに4つぐらい棚、うん、あの戸棚があったんですけど、うんうんうん、全くそれ一個もないっていう。あら、まあ、そんなことも考えずに引っ越し前のとこはリノベーションしてたからマンションでも、はい、よかったけども、はい、で、まあ、さらにリノベーションした部屋に行ったら、うん、リビングは広くなったんですけど、うん、荷物を置かなきゃいけない、うん、あの部屋がちょっと狭くなって、うんうん、で結局裏にトランクルームを借りました。結局いやそんな荷物多いんですか。お店、あの店個人でやってるので、うん、7年分のいろいろ取っとかなきゃいけないのがあるんですよ。7箱ぐらい、7箱、はい、資料とか、あのもし税務署が入ってきた時のため の, その 決算の箱がある。なるほどね。決算の資料って ね, ねあれかさばるんですよ ね, そうですよ ね, 結構ね。そのためにトランクルーム借りました。うわ大変だ。だったら家賃その分上げてもっと広いところに越した方がよかった。絶対そうですよ ね, ね、うん、でまあ、怖いのがもう1ヶ月ぐらい経つんですけど、はい、生活できちゃってるところが、うん、もう慣れちゃった。いらねえじゃんその15箱。確かに段ボールのままで生活できちゃってる。もうなんか昔6畳でね、そうそう、住んでたわけですから、はい、当時はもうカーテンも買えなくて、もうお互いに日の光が入る方向で、うん、もうお互いに数少ない洋服をかけてカーテン代わりにしてたんですけど、昔はね、洋服かけてカーテンにしてた、数少ない本当に。今2匹の犬がダンプとブルっていうんですか、ね、はい、極悪同盟みたいないつも痛めつけなきゃいけないすごい可愛いですよね。ありがとうございます。いい人もね SNS で見ました。いつも綺麗にトリミングされて、そうなんだ。名前はなんていうんですか。ベイビーとハニーです。ベイビーとハニーでもベビーフェイスからちょっと撮ってるんですかね、ちょっとね。なんか可愛い名前がいいな。でもめっちゃガウガウ犬です。ガウガウヤクザ犬ですオラオラしてるとなんかやっぱりいいですね、このお話がちょっとそのなんか親近感が湧くというか。そうそうそう、引っ越しをして、ね、はいはい、うまくいかなかった話、はい、うまくいかなかったし、それで、うん、今回の引っ越しで気がついたんですけど、はい、15年前に引っ越した時の箱が2箱開いてなかったって。あ、15年前の、はい、ちょっとズボラじゃないかズボラなんですよ。何入ってたんですかその、1個は、うん、まあ、結構あの昔のフランスのワールドカップ、まあ、大門の、はいはいはい、G-SHOCK の、うん、あの3本入りのやつをもらって、それをずっと、はい、サッカーのワールドカップですよ、はい、そうそうそう、あ、もう限定ものジダンが98年、はいはいはい、それが入ってる箱と、うん、あとはなんかクロムハーツの洋服がいっぱい入ってる貴重なものがそう、全く開けずに15年間いた。今回の引っ越しで開けて、あ、こんなもんあったんだみたいな引っ越しは自分一人でやったんですか。いや、もう引っ越し屋さんに頼みました、うん、あ、もうプロレスが好きな方で、朝一来てくれたんで、うん、7人ぐらいでやってくれて、うんうん、で2時間で終わりました、うん、みんなやっぱすごいね、やっぱ体力あるんじゃないですか、ね、でも昔だからもう若い、うん、昔だったらね、後輩とかにやってもらってたんじゃないですか。いや、割とね、うん、割となんか自分が、うん、まあ、そんなに先輩にコキ使われなかったんで、個人的なものは全部自分でやるように。自分でやったんですか。ジャガーさんが師匠なんで、まあ、例えば荷物とかでも自分のものことは自分でやれっていう教えられたんで、まあ、本当に大変な時は荷物持ってもらいましたけど。ジャガーさんが未だに現役なの知らない人いらっしゃいますよね。すごいんですよ。いつ辞めるのって聞いたら、うん、できないことが多くなったら辞めるって。ジャガーさんもうバリバリですか。全部できるってことですか。できますね。まドロップキックとかもするんですかね。しますよ。すごくないですか。すごい、もうコーナーからも飛ぶし、ああ、もうすごい高いところからこう
回転もやるし、でもダンプちゃんも元気なんですけど、うん、ダンプちゃんにもいつ辞めるのって聞いたら、うん、ジャガーさんが辞めたら辞めるって。ああ、なるほど。先輩がやってるから。もうあのビッグダディがすごく好きだったんですけど、はい、あの歌見林、結構強いですね。プロレス入って今また強く、またちょっと、ね、違うかもしれないですけど、うん、ね。まあ、でも本当にそのニュースは聞きました。私あんまり今プロレスに携わってないんですけど、まあ、でも今本当驚くほどレスラーの数がいて、うん、いっぱいいてすごいなと思って、だから極楽上をきっかけに、うん、そのもっともっとこう中央に出てもらいたいなって、うん、そうですね。もういろんなとこでやってるんですよね。はい、そうですね。どういうとこでやってるんですか。もうそういうホール、まあ、後楽園ホールとか、うん、まあ、あとはそのライブスタジオでも今 やりますね。ウェイスピットとか、あ、まあ、いろんなとこで、昔みたく駐車場とかではやってないです。昔はもう、 もう全国各地に巡業みたいな感じで行く、はい、やりました。どこが一番大変でしたか。うん、大変なのはやっぱりこう沖縄、北海道、あ、まあ、バスで移動するので、うん、はい、飛行機とか乗せてくれないんですよ。飛行機で行くなら自腹で行けっていう、沖縄バスで行くんですか。沖縄もフェリーで。あ、そっか、途中で。で、まあ、でも一番楽しめるのは沖縄と北海道なんですよ、うん、まあね、まあ、美味しいもの、あとはもう本当体育館と、宿しか行ったり来たりしないので、どこ行っても一緒、はいはいはい、あの郷土のものも食べれないし、うん、なんで北海道行くとちょっと美味しいもの食べれる、うんうん、なるほど。沖縄に行くとちょっと時間作って海に行けるっていう、うん、それ楽しみでやってたんですね、はい、結構もう狭いとこでも やっちゃったりするんですか。もう客席組んでとか、そういうある程度大きくない。ある程度やっぱりこうあの会社なんで、うんうん、儲けれる時は儲けるっていう感じなんで、うん、狭いとこではやってなかったですね、うん、あ、もう日々1000人以上はお客さん入ってた。すごいっすね。それで年間300人。クラスキャルズがもう一番すごかった時はもう、ま、何万人とか余裕で。そうですね。あ、そうですね。一番大きいとこだったのは武道館。うわぁ、もう1万人だ。トンネルズ。両国国技館。国技館。両国国技館。はい、もう満員。満員です。で、武道館でやった時は、うん、売店だけで1000万以上売れたって言ってました。え、グッズとかですか。グッズが。でも自分たち何を作られてるか、うん、いくらで売ってるのか、今になってこんなグッズがありますよって昔のファンの人が見せてもらって、こんなもんあったのみたいな。あ、じゃあ自分たちにはあんまりそれは還元はされない。還元はされない。そうなんですね。芸能の仕事やったら、うん、どんなに芸能仕事やっても、うん、まあ、芸能手当で10万円もらえる、うんうん、あ、やっぱ写真集とかビデオとかやった時はまた別なものをくれるんですけど、うんうんうん、でもほぼほぼ会社が取っていってましたね。うわー、すごい時代。そうなんだ。やっぱりめちゃくちゃ売り上げたでしょうからね、会社からしたら。 UTPI の時もそうですけど、うん、人気もスターが出るとみんなあの兄弟の家が新しくなる、うん、別荘買う、はい、車新しくなる、船買うっていう。あのドラマにも出てきてすごいとこ住んでましたもんね。なんかすごい車乗ってね、住んでたから。うちは6畳一間なのにあの人たち田園調布に住んでましたからね。そうですね、いや面白いですね。でも、まあ、あのはちゃめちゃさがあって、うん、まあ、改めてこれも極楽上みたいに思ったんですけど、はい、うん、あの松永兄弟だからこそ、うん、やっぱりこうキャバレー時代から始まってるわけで、大先輩は、うん、まあ、そこにマット引いてやってる女子プロレスが、うん、まあ、ビューティーベが出てクラッシュが出て、うん、今後世にわたって多団体化してるっていうところは、うん、やっぱりあの人たちの功績なのかな。だからなんならもっと前のそのビューティー、はい、の誕生、ね、もっとこら辺も描いたら面白い。そうですね。エピソードゼロ、もっと大変だったわけですもんね。もっと大変だと思いますよ。だってもう本当にビューティーが出、うん、ビューティーっていうベースがあってクラッシュがあるんですけど、うん、その前は、うん、まあ、マッハさんとかいらっしゃいましたけど、ね、まあ、爆発的に人気が出たってスター選手がいなかったから、うん、まあ、ジャッキーさんたちの新時代はもう相当大変だったと。そうか、いつからできたのかも知りたいし。そうですね。そもそも遡ると本当に、うん、昔は本当に、まあ、赤木真理子さんっていらっしゃるんですけど、うん、皆さんが知ってる赤木真理子さんは2代目で、うん、1代目がもうはるか昔にいたらしいんですよ、でも当時は本当にキャバレーに、うん、まあ、さっきも言いましたけど、うん、マットレス引いて、マットレス引いて、はい、で、もう酔っ払い の方たちのヤジを浴びながらやってたみたいな、うん、へ、そこでなんかこうバンバンってやってたんですよ、はい、もともと松永兄弟が柔道とかボクシングとかやってたので、それをその選手に教えてっていう感じですね、へ、選手も少なかったと思います。そうですよね。すごい時代の話もね、ちょっとそうはね、再現されるかもしれないですから。兄弟の話で、あのハリソン山中が出てきて、そうそうそう、違うネットフリックスだから。ハリソン山中リングネームじゃないからね。ハリソンレスラーじゃない。ハリソンレスラーじゃない。違うんでしたっけ。
アスカさんのツッコミもありがとうございます。さあ、そしてですね、クラッシュガールズ時代の楽曲が現在 CD ですとか各種ストリーミングサイトで配信中ということです。ぜひこちら皆さんも。みんな極悪上に乗っかって仕事してます。いやもう今やらないで、今やる、ファンも今ね喜んでますから、はい、もうマネージャーさんとも今年流行ったのは来年来ないから今年中の仕事は全部やろうね、うん、ねえ、いやということで今日も本当に忙しい中ありがとうございました。ゲストライオネス飛鳥さんでした。ありがとうございました。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。